3番、6番、4番、5番でスタートしていきました。5コース角から4号艇稲田も出していくというところで、さあ4号艇稲田が攻め寄る。1号艇ウリュウ必死に抵抗しながら逃げる構えです。あとは3号艇ミネの差し、さらには2番、5番、6番ですが、1号艇ウリュウ受け止めて逃げるか、3号艇ミネの差しが迫るという際どいトップ争いです。さあ1号艇ウリュウは外、内は3号艇ミネ、後続は6人、4号艇は、さらに内は6号艇佐田も1号艇ウリュウ逃げています。2番手は4号艇貝原一歩優勢で、3番手は4号艇の市橋も指していますが、ここはインコース、1号艇のウリュウが捉えています。向こう上面終盤地点ではリードは2停止、2番手争いは4号艇の市橋、2号艇のミーショ、この2人が並んで1周目マークを迎えます。2マークは1号艇のウリュウが先行ターン、2番手4号艇の市橋少し元気ウリュウ選手は調子を落としていたとき、1コースからスタート遅れで後輩と演出のイメージがあったが、近況はスタートよし、圧倒的に強い。しかし、わずかな隙を見つけたんじゃ。注目すべきはスタートしてから1マークまで。右に寄ることなく勢いよくターンに入るので、2コースの選手が比較的に走りやすいんじゃ。 1,2 はやはり抑える必要があるけど、差し場があってウリュウ選手の2着で高配当が出る日は近いようじゃ。ほっ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 。